ゴールキーパー大内、3バック右から池谷、秋山、杉井、アンカーに宮坂、インサイドハーフ右三田、左森川、ウィングバック右に佐藤、左に水谷、トップ下山本、ワントップ宮本の予想です。ゴールキーパーは守護神山本に代わって今シーズン初出場の大杉、3バック右から大森、大部、川西、ダブルボランチ諸岡と樋口、ウィングバック右に上畑、左に橋本、ツーシャドウ右新井光、左延べ、ワントップ高橋です。大杉からのフリーキック、水谷跳ね返します。こぼれ球ヒルポさん、延べ、延べがシュートにいった、枠の左でした。延べがミドルシュートを積極的にやってきました。縦に長いボール、胸で落とした森川、左足だ、これはゴールの上越えていきました。遠い位置から森川が一つシュートを狙っていきました。大森から上畑、体を入れ替えた高橋、そしてゴール前シュートにいった、ここは佐藤跳ね返す、山本、そして宮本、今度はカウンター長野です。宮本持ち運ぶ、山本中央から上がってきている、ペナルティー入れない、クロスファーサイド、山本ヘディング、しかしここはオフサイドフラッグが上がっています。山本オフサイドの判定、ファーサイド宮本の持ち上がりからペナルティーエリア内、クロスリフレクションあったんですが山本うまく合わせました。今日は地元でのプレーとなっています。大森下げます、上畑からふわりと浮かしたボール、中央左足を振り抜いたのは新井光、しかしこのボールは力はありませんでした。最後は橋本に当たりました。長野のスローイン、宮坂クロス入れていく、ファーサイドヘディング、最後ここ合わせてきました森川でした。ただここは枠は捉えられませんでした。上畑ここは粘ります、高橋フォロー、高橋振り向きざまシュートを放っていきました。ただここは大内正面でした。新井光、もう一度新井光、中央樋口シュートに行った、これ球まだあります。諸岡から左サイドグランダーのクロス、シュートに行けるか、ハイボール、長野、そして福島、右サイド左サイドの攻防でした。頭で落としたところ樋口が抜け出す、樋口持ち運びます、ファーサイド長野が上がっている、ファーサイドクロス、長野翔輝左足決まりました。福島長野翔輝、後半最初の交代で入った選手、このファーストプレーでゴールを奪いました。後半交代で入った長野翔輝、ファーストプレーで得点を決める大きな仕事を成し遂げました。福島先制です。長野翔輝、これが今シーズン5得点目になります。橋本真ん中、これは大内ナイスセーブ、激しい寄せ、デューク犬をファーサイド、水谷が行った、ファーサイドヘディング折り返す、足で合わせたボールはクロスバーの上でした。最後は佐藤でした。長野試合は最終盤です。1点をもぎ取ることができるか、ここは福島のパスカット、
樋口、タッチライン終わりました。そしてここで試合終了の長い笛です。長野と福島の一戦、勝利したのは福島。福島が3試合ぶりの白星、上位長野にアウェーで勝利しました。今シーズン残り9試合、ここから仕切り直しとなる白星を挙げました福島。一方の長野、ホームで勝ち点を積むことができませんでした。昇格争いをする上位との差が開く、手痛い黒星となります。